ロベルト・ジョセ・ゲレーロ・イサザは、コロンビア・メデチン出身のレーシングドライバーである。同国国籍のドライバーで、初めて F1 にフル参戦したのは、ゲレーロが初めてだった。ゲレーロは、1972年にカートを始めて、コロンビア国内の複数のカートレースで優勝した。ジム・ラッセル・レーシング・スクールを経て、イギリス国内のフォーミュラ・フォード、イギリス F3 選手権などに参戦。 ヨーロッパ F2 選手権でも1981年には一勝を挙げ、ランキング7位となる。同時期のヨーロッパ F2 には、ティエリー・ブーツェーンやステファン・ヨハンソンらも参戦していた。ゲレーロは、翌年、エンサインから F1 デビューから参戦を果たして、コロンビア国籍のドライバーで初めて F1 にフル参戦したドライバーとなった。しかし、 マシンの戦闘力不足などもあり、思うような成績を残せず、ドイツ GP で8位完走を果たしたのが F1 キャリアベストの成績となった。翌年は、エンサインと合併したセオドールから参戦したものの、ゲレーロは F1 から姿を消すことになった。F1 では思うような成績を残すことはできなかったが、同年のマカオグランプリでは、 アイルトン・セナに次ぐ総合2位と高成績を収めている。ちなみに、同年のマカオグランプリには、ゲレーロに次ぐ3位に入った、ゲルハルト・ベルガー、マーティン・ブランドル、ピエル・ルイジ・マルティニラーも参戦していた。その後ゲレーロはアメリカを拠点として活動し、カートやインディライツなどで活躍した。ありがとうございます。